べての道路に人が溢れています、こんなに人が集まったことはあるでしょうか。これだけ多くの日本国民が、原発の再稼働に対してまたは脱原発に対して、意思を表示したことがあるでしょうか。歴史的なこの夜を今上から上空から撮影しています。一体この列はどこまで続いているんでしょうか。道路を封鎖した人たちの人たちは、ペンライトを掲げながらこちらへ向かって振っています。すっごい人だ。そうですね、もうなんか焦ってですね、このまま押し切られるかと思って、もういても立ってもいられなくなって、で子供を保育園から引き取ったその足で、そのまま、子供はまだちょっと分かってる年齢じゃないですけど、まあ、この問題はやっぱり子供の未来なので、未来そのものなので、まあ、分からないなりに一緒に来ようと。まあの人が反対してるのに全然聞こえてないんじゃないかと思ってます。